はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。はい、先日ねご紹介いたしましたハリオのコーヒースケールポラリス、途中でねアイスコーヒーも今度入れてみようかなということだったので、今日はねそれをやってみたいと思います。急冷式のねアイスコーヒーをドリップで入れてみたいと思います。でその相棒となるドリッパーなんですけども、これがハリオさんが台湾で出しているドリッパーになりまして、東作坊というね、そういったメーカーさんとコラボで作っているこのドリッパーですね、塩水用のドリッパーがあります。いやこれすごいいいですよね、このドリッパーね。今日はねこちらのドリッパーと、ポラリスですねを使って、急冷式のアイスコーヒーを作ってみたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、いってみよう。こちらのねドリッパーいいですよね。これものすごくねエレガントというか、通常の塩水なんですけども、今日はねあえてこの不織布のこの塩水のねペーパーを使いたいと思います。で今日はのポイントなんですけども、こちらのねせっかくこのポラリスというこのコーヒースケールが、ブリューレシオですね、比率をメインにしたこうコーヒースケールになりますので、前回はね1対15とかで入れたのかな、比率がなんですけど、今回はねアイスコーヒーで急冷式なんですね。なのでこのサーバーに氷をねもうバシッと入れて、その上に直接ドリップをしてしまおうと思います。まあ、その場合どうしても氷でね、薄まってしまうと思いますので、今日はねブリューレシオを1対 7.5 というね比率でやっていきたいと思います。用意する豆は深入りの豆ですね、今日はねたっぷり18ぐらいで、使用していきたいと思います。早速ね測っていきましょう。今日使用いたしますグラインダーはこちらのタイムモアの S3 というね手引きミルになります。引き目はね少し細くしようかなと思います今日は。なので 3.5 ですかねの引き目でやりたいと思います。中細引きぐらいですね。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたので、まずは1本。おいしい。
バッチリですね。急冷式で入れるアイスコーヒーの場合ね、はどうしてもその氷で薄まってしまうので、通常のホットのねドリップを入れる時より、ちょっと濃いめにね入れるというのがまあ定石かなと思うんですけど、このポラリスのねコーヒー比率をねすごい分かりやすく出してくれるんですよ。で自動計算してくれるし、今回 18g 使いましたけど、自動的にね 7.5 のレシオでやるよって言ったら、こう、じゃあ130まで注いでくださいというふうに出まして、ドリップをしてる最中もね今何パーセントこう入れてますよっていうのをね表示してくれるので、あんまりこう頭でこう計算してね気が散ることがないんですよね。この視覚的に確認できるというのがねやっぱものすごい便利だと思います。今回あの 7.5 で入れましたけども、この急冷式でやる場合ねぜひね参考にしてみてください。もうバッチリねしっかり濃いめでコーヒーの味がしっかり出ていて、ですっきり美味しい冷たいアイスコーヒーといったようなね感じになりますので、美味しいコーヒーをこうやって入れることができるっていうのも、なんかこう精神的にリラックスにもなりますし、こう香りのねこのアロマも香りもいいですし、とてもねリラックスができる素敵なねコーヒー時間かなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒー侍各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。